結構撮ってたんだな、気づかなかった。うん、あのね、ガキさんはね、アイギスとあんまり被らせないようにした方がいいっすね。で、超武闘派で行きたいんだったら、ガキさんとあのアイギスとあのテレッテを連れてくっていう。その代わりもう体力がゴリゴリ減ってくから、もう回復がめんどくさいっていう、うん、超武闘派。かっこいいよな。ポケット手突っ込んで斧片手で振り回すっていうね、うん、ガキさんのクリティカルかっこいいんだよね。うへへ。うん、お、早速えい。先生のチャンス。絶好調。敵みたい。何つけてんだっけ俺。そっか、くしみ玉あげようって、そう、リカーも覚えたいなと思ってくしみ玉つけてますね。やだ。はっけー。ググ。もう待っていた。はっけー。時間通りだ。クリティカル出ないかな。ガキさんのクリティカル超かっこいいんだよな。うん、ブーンブーン。あれ、判定がよくわからん。よしと、アドバンテージを大事にしていくスタイル。またお前らか。うん、いい顔してるぜ。食らうか。かっこいいな。しぶといな。真田先輩、敵を撃破。俺はやつだけだ。3年生みんなかっこいいよね。うん、いつも思うんだけど。覚悟。うん、自由払いと言ったところか。ぶわー、技ちょっと見せてもらおうか。うん、デッドエンドカウンター。うん、デビルスマイルか。そっか、デビスマとか覚えるんだっけ。カストール、すごいね。ガキさんの刺さってるよ。あれに似てるよね、やっぱあの漢字の竹三日月にすごい似てると思うんだよね、このデザインが。うん、かっこいい。うん、ででででででん、ヒュッ、スチャチャチャ。ちょっとめんどくさいですけどね、あのアドバンテージ大事なんで、マジで。うん、これしかいねえのか、このフロアには。敵みたい。えい、まあ、5試合ぐらいするか。仕方ねえ。次で倒す。覚悟。うん、お、フィニッシュ。田畑先輩、敵を撃破。完璧、完璧な立ち回り。ガキさんのね、クリティカルせっかく絶好調だから見たいんだよな。超かっこいいんだよね、ガキさんのクリティカル。
お、おお、42。いいね。あれ、レベルそういえばいくつだっけ？見てなかった。37。うん、いい感じだね。取れなかった。いや、これまだ見てないけど、こいつは自爆すんだよな、確か。超めんどくせえ。撃ち漏らしたか。そっか、こういう演出だったな、ガキさん。マジか。これやべ、めんどくさいのになってる。あ、安い。こいつマリンカリン使えたんだね。ディア、まあディアぐらいなら。やべ、マジめんどくせえ。俺このパターンに弱いんだよな。だいたい死ぬときこんな感じだからね。まさかの。あ、いかん。ひー、シャキッとしろ。中井さんすごいよね、いい声だよね。イメージ的だとやっぱゾロとか、あれか、銀玉の土方とかね。うん、みんなやっぱゾロのイメージが強いのかな。めんどくせえな、そろそろ解けねえかな。あ、よかった。あ、戻ってない。リーダー、私です。声聞こえてますか？安い、うん。おぉ。来た。かっけえ。超強え。いやあ、かっこいいね。やっぱ漢字に通じるものがあるね。あのクリティカルは。終わりだ。いいね。ガキさんのクリティカルが見れたところで、うん、そうっすね。まあ例によりレベル、うん、披露するまでいきますかね。じゃあ一旦切ります。はい、どうも、いいです。というわけで、3年生がみんな帰りまして、帰ろっか。っていうかね、すごいね。3年生帰って、それでもなおかつまたパーティー、万全のメンバーが5人いるという状態、あ、144万になりました。すごいね。クエストってどうなってましたっけ？あれ？今日が期日だから次の日か。うん、さて、大型シャドウ戦も近いです。てか超羨ましい。ツイッターみんなペルソナ9の話ばっかしてる。入っていけない。Q はまあ厳しいっすね。うん、 PS ビータじゃ出ないだろうな。 あと PSP 終わっちゃいましたね。残念。生産終了ですよ。ん？みたいだね。うん。どんなんだっけな、ほとんど覚えてねえな。うん。オッケー。あれ、一番最初のやつと、あとあの、あれ、なんか、ホテルのボスはちょっと覚えてたんだけど。あとなんかね、もう一体覚えてんのがいる。うん、そんぐらいかな。ふう、うかちゃん、なんか今上ずっちまった。うん、
今日は、うん、今日はふうかちゃんだね。ふうかちゃんも、うん、今調べたら恋人は7みたいなんで、なんとかなりそうっすね。うむ、ユミちゃんってそう考えると結構特殊だよね。だって10になんないと。でもあれだよな、話が話だけに。およ、千鳥、この前の怪我、あれからどうした？え、あれ？傷は？跡もない。意外と軽かったのか？純平はさ、何をしてる時自分は生きてるって思う？え、さあな、息してる時とか？つか考えたことねえや。千鳥はやっぱ絵描いてる時か？どうかな、こんなの全部ただの落書きだし、自分のことなんてわからない。そっか、隣行っか。俺さ、実は一個だけあんだよね、充実してっかなって思える時がさ。まあなんつうか、正義のヒーローをやってる時かな。今日と明日の間にある誰も知らない時間、そこは選ばれた力を持つ者だけの戦場。影の怪物から人々を守るため、ヒーローは今日も戦い続けると。まあそういう感じでさ、充実の瞬間っすよ。鼻で笑って突っ込むとこだぜ、冗談だから。それ、あなた一人で戦ってるの？おいおい、真に受けんなって。誰も知らない時間の中なんでしょ？なら、誰も知らなくて当然じゃない。誰も知らなくて誰も褒めてくれないのに戦ってるんだ。偉いね、ちょっと見直した。そうかな、こんな話信じてくれちゃうとは思わなかったな。ねえ、それもっと聞きたい。なんか不思議だよな君。まあいいか。じゃあこれ絶対秘密にしてくれよ。ペルソナって超能力みたいのがあってさ、それ使えるやつだけが怪物を倒せんだけど、誰でもペルソナ使えるわけじゃなくて、だから選ばれた何人かで戦うしかない。仲間はダチとか先輩でさ、こう見えても俺入ってからは連戦連勝なんだぜ。楽しそうね。純平が来てから連勝ってことは、純平はチームのエースみたいな。まあな、リーダー的な役割ってとこかな。とりあえず俺がいないと始まんないって感じ。作戦始まったらみんな俺の指示で動くんだ。結構大変なんだよな、リーダーってのも。ありがとう純平、楽しかった。そっか。でももう時間、また明日会いたいな。また明日か。よし、でも見入ってしまった。なんかいい感じですね。一回笑ってくれたな、可愛いじゃないか。あー、神 BGM、 すごい久しぶりに聞いたけど、最近忙しくてな、日曜からずっと。ペルソナ9、まああれっすね、機材とか含めて俺が買うのはいつになることやらって感じっすね。ああ、ちょっとあれ売りに行くか。ちょ待ってね、風花ちゃん。あ、劇薬もらいに行こう。クエストか、この曲いいよな、マジで超いい。渡辺いないな最近。
ぐへへ。飲まない。劇薬を飲ませようとする先生。早くあげてえな。ちなみに今日と明日奇跡的に2連休なんで、でその次の日が忙しいんですけど、ちょっとまあペルソナと特報やってこっかな。そこ面白いっすね。うん、今4章のポルターガイストっていうとこやってるんですけど、あれなかなかおもろいんで、まあもしお暇な方がいればちょっと見てもらえればと。あとこの間また私事なんですけど、ゼロのマット作ったんで、好きな方はぜひ。結構頑張りました、頑張りました。あ、日曜日移動できるっぽいな。じゃあ日曜になったらやっとアクセサリー買うか。トゥーハンド、ライコー。ライコーって名前かっこいいよな。よし、バンバンいっちゃいましょう。ショートソード、オメガスピア、ヘビーアックス。どっちもあれだな、威力高えな、さすが。オメガスピアも売るか。結局使わなかった。まあいっか、そういうこともあるさ。あれこれどうだったっけ。アイギス74でしょ。あ、これ買ったんだっけ。うん、絶対買ってると思う、あ、ガキさんに某がやったっけ。あ、やったよな、さすがに。うっ、ガキさんのコート売りたくね。ウエスタンブーツ、ニットキャップ。ちょっとすみません、これはちょっといいですか、ちょっと売りたくないんで。あ、すげえ、150万超えた。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン買っ、これね、ガキさんの専用コースがないんだよな。さて、じゃあ行きましょう。よし、キング、キングも多分あと1回で上がるんだろうけど、すまぬ、ちょっと待っとってくれや。ふうかちゃんマジであれだね、ゆきちゃんのあれに似てるね、光明が。いいね、料理する女の子って本当に女の子らしい。最近料理っつったらなんだろうな、俺お好み焼きとチャーハンぐらいしかできねえかな。姉ちゃんよりはできる。さて金曜日、今日はじゃあ夜はあれだな、坊主のとこでも行くか。うむ、いいぜ。食べられる、おお、やる。あ、こっちじゃなかった、下の方か。ちょっとすみません、やり直します。マジか。